タケベトンゴ昭和20年2月18日は、社会学者、東京帝国大学教授、政治家、新潟県神原郡横越村出身、1896年帝国大学文科、大学哲学科卒。翌年から講師として、母校の社会学講座を担当、1898年ヨーロッパ留学、留学中1900年女教授に任ぜられ、1901年、 帰国して直ちに、東京帝大教授。帝大社会学講座の初代担当教授として長く、竹部時代を築いた。1922年退官。1913年日本社会学院を創設、主催した。オーギュストコントに依拠した総合的社会学を講じた。太路教講論を唱えた。その後、衆議院議員を経て1938年貴族院議員。 社会学は、フランスのオーギュスト・コント、イギリスのハーバート・スペンサーらが19世紀前半に、確立した比較的新しい学問で、日本には、明治10年代、アーネスト・フェノ・ロサやトヤマ・ショイチによって紹介された。たけトンゴはそれを受けて、研究を進め、コントの実証主義哲学の学説に、東洋哲学呪学の精神を加味して、日本における最初の社会学体系を樹立した。 そして彼の社会学は、コント社会学によるとはいえ、単なる素実に終わってはいなかった。彼の独自性を反映した社会学を特徴づけているのは、実践性であった。膨大な体系であってもその背後に実践的な意欲、試みが反映されていた。そのことは例えば、アダム・スミスの国と未論や、カール・マルクスの資本論に接すれば理解されるのだという。 そして見逃してはならないことは、遅刻平ら天下という儒学精神と、日本の国家をいかにすべきかという理念がその体系を貫いており、しかもその体系的展開が非常に雄大な規模を誇っていて、しかも理論的であった。松本淳一郎によれば、日本の社会学の基礎を築いたばかりでなく、竹部社会学は、国際的にも20世紀初頭の社会学の代表的、 一形式であると認められ、大道康次郎によれば、本書こそは明治時代における日本社会学会に一つのエポックを作ったと言えるということである。トンゴの活躍は大学での教育と著述だけにとどまらない。明治36年、研究、教育の便利を図って大学に文科啓発の社会学研究室を設置。大正二年には、 京都大学の米田翔太郎と共に全国的な学会日本社会学院を創設して帰還し日本社会学年報を発行。トンゴは自身とは異なる自由主義的傾向の強い米田の後もよく協力し、その主張を心よく受け入れて社会学の普及、向上に貢献した。こうしたトンゴの業績は広く海外にも認められ、 アメリカやイタリアの社会学士委員会員や大正5年万国社会学学士委正生会員に大正12年には同副委員長に選ばれるなど世界に通じる国際的な社会学者としての揺るぎない地位を得るまでに至ったのである。そして日本社会学に竹部時代をもたらした。トンゴは東大で社会学を講じ学生の指導に励む一方、各種原稿の執筆にも精を出した。 新潟新聞を通じて、郷土の青年を鼓舞激励した、聖官予録、日露戦争後の軽薄な風潮を今占めた証書に、分かりやすい解説を加えた、母親証書演技、教育制度調査のため再度訪れた西欧諸国の現状を記した、世界立国の体制、各国の実情を参考に、日本の教育の改善点、方法を示した、教育行政研究、教育、 宗教と教家行政についての学説を世界に先んじて樹立しようと試みた、強政学、行政の簡素化、筋力政治の根絶など現在にも通じる問題を挙げて変革を迫る政治改革。著述は学者の生命と言い切るトンゴの著作はこの他にも数多い。トンゴは社会学者として多くの論文、著書を残すとともに東京大学の講談に終止せず、 持論家でもあり、政治家でもあり、また詩人でもあった。トンゴは、持論家としての活躍も目覚ましく、特に、ポーツマス条約が締結されようとした段階の明治38年、日露戦争後の民衆は戦争の勝利によって、ポーツマス条約に不満を表明。トンゴも、同僚の博士らと、日露条約批准拒否の意見書を、明治天皇に法定した。 事態を重く見た政府の対応として、文部大臣、久保田譲、東京帝国大学総長、山川健次郎の辞任、東京帝国大学教授、富津博との給食問題を経て、東京帝大や京都帝大のほとんどの教授、助教授陣の一括辞任にまで発展した騒動で、トンゴは筋の通った、カタな,な,な正論とも言える主張を続けた。しかし、山川の意を尽くした根性に、 結局講義は続けざるを得なかった。この間の経緯を詳しく伝えているのが、松本清張作、小説東京帝国大学である。正解を去ったトンゴは、東京物理学校等で講義をし、講演や著作に忙しい以前の生活に帰っていた。作法と人格教育、有生学と社会生活、教育家富山翔一先生、農村100は、 倉県在校地の移行集等々、多彩な内容である。しかも、自局への関心は変わらず強く、後期国体と社会整理においては、共産党員が大量に検挙された3.1号、事件に着目し、党の思考を厳しく責めて、検挙弾圧、思想対策のほか、社会全般の点検改善を含む、徹底的阻止方策を提言している。さらに、 日本帝国の国勢、世界の動乱と帝国の地位、東洋の大勢とチンタオの運命と変動する世界の状況を分析したり、また、流上校実験直後の第二万毛問題と東亜の将来では、軍の方針を支持し、世界平和を維持するため、日本が万毛の独立を積極的に援助すべきであるという見解を明示している。政党政治の欠陥を見たトンゴには、 軍部の台頭が社会的面からも当然の流れと考えられていたのである。新潟県選出の衆議院議員、坂口二一郎の病死を受け、トンゴは彼の後を継いで1923年12月の補欠選挙で新潟県第6区から立候補し、県政会大議士として当選。昭和3年1月まで2期4年余りの議員生活を体験した。 議員時代の輝かしい1ページといえば、昭和2年パリで開かれた、万国議員連合大会に、日本代表として列席し、議会政治の危機救済に関する、議会政治改革論や、軍備の制限について、軍縮論を2回にわたってフランス語で演説する。演説は、天下ために動くを見るを得たるはいささか中心の、満足とする、世界人類の良心を計画せりと、 自負するほどの出来栄えであったという。トンゴは、軍部の台頭し始める頃、当時の貴族院議長、この絵文丸に辞長を送り、聖戦関水を熱情的に念願し、時折理事局に関する進言も言った。この絵が、首相に任じられた翌昭和13年、学識あるものとして、貴族院議員の勅命を受けている。また、トンゴは、水木と合して、視野書に多くの作品を残し、 幕末の来参与に比べうる偉人であると評された。郷は水木。なお、次のようなエピソードが伝えられている。白爵松浦戦がご進行終了後、天皇から当銀国内の学者弟子をよくする者は誰かというご家門に、松浦は文学博士、武部凡吾のごときは、その一人でございましょうと報道したとのことである。武部家は、 柴田藩藩原横も仕組の王将屋を務めていた。竹部家、第七代当主であった、竹部直行は、本名は正介、意味名は直行、字は、右白、横巨と号し江戸時代後期の国学者、鈴木重種の門人となり、国学を研究する一方、漢詩も読んでいた。直行は海江四年に没したが、妻である、新津葛や五代、成明のやめと直行の子、 道之助は昭屋を継がなかったため、娘婿として柴田藩代面組、王将屋、諸橋家の諸橋家三郎を養子に迎えた。16歳で王将屋職を継ぎ、国典は鈴木茂種、関石は青木青城につき精通した。倉県は明治37年69歳で没したが、彼と春茂との一夫としてトンゴが誕生した。また、この 喜び三郎の弟である諸橋ビラの子供が大緩和辞典を表し文化勲章を受賞した諸橋哲次である。すなわち、諸橋哲次と武部敦吾は重慶帝同士の間柄である。帰国後間もなく主尺、谷盾の長女、谷義子と結婚、三人の子を設ける森婚。新潟に子孫を残す。その後、新潟市藩学校での同居の女性と結婚。 離婚。明治44年に森王外の弟、三木武次の未亡人、久子と結婚したが、数ヶ月で離婚した。昭和17年9月29日、トンゴの子である三重子は、福沢諭吉の彦にあたる中村千一郎と、当時の慶応義塾長、小泉晋三夫妻賠尺の元帝国ホテルにて、結婚式を挙げる。ありがとうございます。